時間になりましたので始めます本日はパリ五輪スケートボード女子ストリートで金メダルを獲得された吉澤ココ選手をお招きいたしました吉澤さんこの度は本当におめでとうございます喜びの瞬間から三週間ほど経ちましたけれども改めてこの金メダル獲得という意を振り返って今の思い手はどのような気持ちでいらっしゃいますか そうですね。いろんな、やっぱり、あの、テレビとか、こういうふうに取材とか、いろんなものに出させてもらって。やっぱり金メダル取って嬉しいなっていうのと、あの、改めて実感もするし。あの、まあ、ここまで頑張ってきて、本当に良かったなって思います。ありがとうございます。あの、簡単にご説明、あの、受け入きを説明いたします。吉田選手は現在、中学三年の十四歳でいらっしゃいます。 日本記者クラブの歴史の中でも最年少のゲストになられます。パリ五輪の予選大会は2022年の6月から始まりました。吉田選手は予選大会での大けがを乗り越えて今年6月のブダブタペスト大会で初優勝されるなど好成績を収めて代表入りを果たされました。本日は吉田さんにまず代表質問の形で20分ほどお話を伺います。金メダル獲得に至るまでの過程やスケートボードの魅力、 次の28年ロサンゼルス五輪など今後の活動についてもお伺いできればと思います続いて会場,の会場とオンラインからの質問にお答えいただきますオンラインでの質問は今から受け付けますので Q&A で送ってください司会は日本記者クラブ企画委員で産経新聞の森田啓司が務めますまずはですね代表質問の形でそちらにいらっしゃいます共同通信社の榎本隆二記者 それから日本スポーツ日本新聞社の阿部亮記者から、それぞれ質問をいたします。それでは吉田選手、よろしくお願いいたします。お願いします。え、ただいまご紹介に預かりました、共同通信運動部の榎本隆二と申します。よろしくお願いします。お願いします。あの改めて、このオリンピックの戦いを振り返ってみて、予選大会から苦しい場面もあったと思うんですけれども。それを乗り越えられてきた心境といいますか、振り返っていかがでしょうか。そうですね。 世界大会とか今までたくさんやってきたんですけどやっぱり日本人が強くてあの世界大会で結果を残すよりもあの日本代表に選ばれる方がやっぱり苦しいと思っててあのやっぱり私も最初は全然結果が追いついてなくてあのまずフェーズ2に行けるかどうかも怪しいという状態ででも あのそれでもやっぱり自分と戦ってきてあの今まであの新しい技だったりとか一つの技の完成度を高めたりとかあの頑張ってきてやっぱりその努力とか、まあ、皆さんの応援もあってここままで来れたのかなって思ってますそういった苦しい場面で吉澤さんの心の支えになった人ですとかものそういうものがあれば教えていただけますか やっっぱり一番は家族かなと思っていて、い練習の送り迎えとかも毎日やってもらってますしあの大会で例えばなんか落ち込んだりとか不安になった時でもあの声をかけてくれたりしてやっぱり一番の心のの支えになってたのかなって思いたか思ます。まあこれまでも聞かれたかと思いますが何か心に残った言葉ですとかそういうシーンというものはありますか 特にこれっていうのはあまりないんですけどでもやっぱり誰かをこう意識して戦うのではなくて自分自身と戦うっていうところを自分の中で結構心がけていてやっぱり誰かを意識してしまった時点であの超えることはできないと思ってるしあのまずは完璧に自分がその用意した技っていうものをしっかり出すっていうところが。 その一番優勝できる要因なのかなと思っているのでやっぱり誰かを意識して戦うのではなくて自分自身と戦っていくことがあの大切なのかなって,思ってます分かりましたあの、コンテストという場面ではどうしても普段一緒に滑っている友人がライバルという立場になってしまいますけれども吉澤さんからご覧になられてそういうライバルという目線ではないですか、他の選手は。 そうですねやっぱり大会ってなるとライバルになってしまうんですけどでもやっぱり一番はいつもあの切磋琢磨して頑張ってる友人であるしあの本当に年齢も近いしみんなすごいまだ二十歳いかない10代なのであの基本的には楽しくて一緒に滑ってることが一番 あの優勝するっていうのも考えてるけど一番はその楽しんで滑れるっていうところがみんなあの一番思っているところだと思うのでやっぱりライバルっていうのもあると思うんですけど一番はその友人っていう友達っていうところが合ってるかなって思います。今の質問とととちょっっ重なるんでですけれどもあの大会で勝った時と それとも自分が用意していた大技が決まった瞬間これはどちらの方がやはり嬉しいですか一番はやっぱり自分が用意した技をあのやっぱり限られた回数でしかできないのでその中で決めることができるっていうのが一番嬉しいなって思いな思ます。まあ今回のパリ五輪でもベストトリックでの逆転という形になりましたけれどもああいった緊迫した場面に臨む時の心境吉澤さんとしてはどんな気持ちなんですか 今までは絶対に決めてやるっていう気持ちの方が強かったんですけど今回は何よりもやっぱり初めてのオリンピックっていう舞台で何よりも楽しんで滑ろうっていう気持ちの方が強くてやっぱり緊張とかして不安とかになる気持ちの方が強くなっちゃうんですけどでも何よりもみんなと一緒に滑れる今までた戦ってきた人た,人たちと。 その五輪の舞台で戦えるっていうところがあの一番楽しみであまり最後は緊張はなかったかなって思いますスケートボードの世界ですとオリンピックのほかにも X ゲームですとかデューツアーとか大規模な大会はあると思うんですけれどもやはりそういった X ゲームとかと比べてオリンピックの雰囲気、まあ、予選でも結構なんですけど全然違いましたか、えっと、私は えっと、x ゲームとか SLS にまだ1回も出たことがないんですけど、あのー、見る側として、あのー、ちょっと比べるとやっぱり、あのー、みんなが目指している舞台だし、あのー、やっぱりスケートボードをやってない人とか他のスポーツをやってる人でもやっぱりオリンピックってなるといろんな人が見ると思うのでやっぱり。 X ゲームとかと違うところはあのスケートボードに関係がない人でもあの一緒に見て楽しめるっていうところがあの一番大きいのかなって思いますパリオリンピックに初めて参戦されて他の競技とかは、まあ、映像でも結構なんですけれどもご覧になったことはありますすかそうですね。選手村内のテレビで少し他の競技を拝見することありました。 何かあのこれは面白かったとかこれは胸が熱くなったというような競技はバレーの男子だったと思うんですけど、えー、っと一緒にいた選手村の人たちと見ててやっぱり自分がやったことない競技だったんですけどやっぱり見ていくうちにルールも少し分かってきて違う競技でも一緒に見てこう応援したくなるっていうところは。 なんかすごいなって思うしあのやっぱりオリンピックだからこそそういう思いができるのかなって思います私からは最後になるんですけれどもあのこのオリンピックを通じて感じた改めてスケボーの魅力といいますか面白さどこにあると思いますかえっとそうですねえっとやっぱり一番は、まあ、いろんなところに魅力はあると思うんですけど 一番はあの、まあ、他の競技にないところなのかなって思うのが誰かが、まあ、ライバルがそのメイクをした時でも一番があの自分が越されちゃうっていう心配よりも一緒に練習してきた仲間があの決めれてやっぱり自分が越されちゃうかもしれないっていう場面でもあの拍手できるあの嬉しいっていう気持ちが。 枠っていうところが、一番のスケートボードの魅力かなと思ってます。ありました。どうもありがとうございます。続いて、スポーツニッポンの阿部と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。この度は、改めまして、おめでとうございます。ありがとうございます。えっと、私から、まずは最初に、あの、オリンピック実際に、あの、初めて。 いわゆるこう総合スポーツ大会っていうのを吉沢さん初めて選られたと思うんですけれどもまあその選手村ですとかあるいは他のスポーツのアスリートとの交流となんかもえあったと思うんですけれども実際にこうどんな出会いがあったりどんな交流があったかっていうのを今振り返っていただいてよろしいでしょうかえっと やっぱり今までの大会と違うのはあの違う競技とかあの関わりが全くなかったような選手たちと選手村というところであの、まあ、同じ空間で食事をしたりとかあの同じ場所でこう生活するという中であのやっぱり同じ競技でも違うその人の違う場面が見れたりとかやっぱり違う競技の人と。 あのそのお互いの競技について少し話したりとかっていうところがやっぱり今までの大会とも違ったしすごくあのオリンピックならではの良いいかったところかなと思います具体的にはどんな競技のどの選手と話して今後のこうご自身のこう競技人生なんか生きるヒントみたいなことは得られましたか、えっと、カヌーの選手と少し話を させててもらって、えっと、テレビでも実際競技見てたんですけどやっぱりスケートボードとは違う難しさがあってバランス感覚とかやっぱりずば抜けてすごくあ,のあると思うしそういうところはあの違う競技だけどスケートボードに生きてくるなっていうあの思ったところがもういくつもあってやっぱり。 今普通だと話さないようなこととかをあの選手村では話せたのですごくそういうところはこれからのスケートボードにも生きてくるなとと思いいまますすありがとうございますあの吉澤選手ご自身もこうあの普段からあの競技なんかを見ていて本当に14歳とは思えないほどこう堂々としていてあの緊張して例えば泣くような場面もなくてすごいなと思ってるんですけれども実際そういった。 あの強い心臓っていうのはいつ頃からこうお持ちなんでしょうか昔からこう緊張なくこう本番では実力を発揮できるようなそうですねえっと最初からもちろんその心があったとは思わないんですけどでもあのいろんな大会に出ていくうちにやっぱり大会っていうところが自分の中であの怖いとかっていうよりも楽しい場所っていうところに変わってきて。 あのやっぱり何かに挑戦するっていうのはあると思うんですけどでも今まで自分がやってきた練習をその場に行ってあのたくさんの人に見てもらうっていうだけであの何か特別なものがあるかって言われたら強いて言うなら他の選手とか違う国の人たちと交流ができるっていうとこぐらいであのいつもの練習と何かが変わったっていうところもなかったですし。 そういうふうに捉えられたのが一番緊張せずに競技に、まあ、大会にいけたところなのかなって思いますそういった心境の持ち方っていうのはご自身の中からこう湧き出たものなのかそれとも誰かを参考にしたりアドバイスを頂い,いてあのそのような心構えになったのかどちらでしょうかうーんと多分最初はあの いろんな人たちのこう影響とか、まあ、応援してくれるあの皆さんであのやっぱり緊張しなくていいよとか楽しんできてっていう言葉が自分の中であのなんかすごい心の支えになったなって思っていてあの、まあ、最終的にはあの自分の中から生まれた感情なのかなと思うんですけど最初はあの初めて大会出る時とかやっぱり緊張してしまってたんですけど。 でもそういうところを楽しんでやってきてっていう風に応援してくださる方がたくさんいてそういう方たちのおかげでまあ今の自分があるなって思います。ありがとうございます。あのまああの金メダリストになられて三週間余り経ってまあそのいろいろなこうメディアにも出たりまあいろんな金メダリストとしての活動もされていると思うんですけれどもまあ先日もあの地元の相模原市に所在地のパークが できるプロジェクトが始まるということで、まあ、いろんなこう、えー、ことが夢だったことが実現できる今状況にあると思うんですけれどもこうこう今後こう吉田さんがこう描くこう金メダリストとしての理想像ですとかあるいはこう日本の中にもっとこうスケートボードの文化を広めるためにこうどんな活動をしたいかどんな理想像を どんなスケートボードの世界が広がればいいというふうに今考えてますでしょうかやっぱり自分があの前回の東京のオリンピックでこうオリンピックを目指すきっかけになったように自分があの今度はあの夢を与えられるような存在になりたいなって思うしやっぱりそのためにはあのそう思ってるだけじゃなくてあのいろんなイベントを開催して。あの 始めてない子たちとかスケートボードを知らない子たちでもあのすぐに始められるようなきっかけになったらいいなって思います。それ例えばスクールとかにあの講師として出たりとかそういった活動もなんかこう今後はやっていきたいっていう。そうですね。今までそういうあのー、ことをしてこなかったので、やっぱりいろんな大会に今後も出ていきたいっていうのもあるんですけど。 あのいろんな地域の人たちとかあのいろんなイベントを開催してやっぱりスケートボードの魅力っていうのも伝えられたらいいなってます。あのスケートボードはこう競技だけではなくてそのまあもちろん趣味とか遊びの部分もありあ,あるいはこうカルチャーの部分もあると思います。あの男子の堀越選手なんかはそういったところが好きで自分は続けているってことをよくおっしゃってますけれども、えー、吉田選手はそういった 部分へのこう、えー、進出みたいなの今後考えていらっしゃったりいますでしょうか。そうですね。あのまあただやっぱりあの次のロスへ向けてとか、まだオリンピックとかそういうふうな大会を目指していきたいなっていうところもあるので、あのまずはまだその大会っていうのをあの中心にこう活動していって、やっぱりそういうのがあの少しこううまくいって。 あの少し余裕が出てきたときにやっぱりそういうふうな文化とかあのスケートボードの楽しさっていうところをいろんな人に発信していけたらいいかなと思って今あのお話の中にも28年の LA っていう言葉が出ましたけれどもまあ4年後ということでまたこのスケートボード界ではどんどんこう若い選手があの出てくることがまあ予想される中でまあ次の大会にまずその日本の。 勝ち抜いて出てまた連覇っていう目指すためにあの今後の4年間でこう必要なことどんなこう例えばトレーニングをするですとかどんな技を新たに身につけていきたいとか現時点でこう考えていることがあれば教えてください。えっと、いくつかあのやっていきたいなっていう技はあるんですけどあのまずはあの。怪我をし,をしないで あのオリンピック予選とかっていうところに向かっていくっていうのが必要かなと思っていてあのやっぱりいろんな新しい技とかに挑戦するとその分の代償が多分大きくなっていくのであのそこでやっぱり挑戦するけどその分怪我をしないようにあのトレーニングをしたりとかあの体自体のこうを強くしていくっていうところを今後は意識して LA に向かっていけたらいいかなと。 またあの東京オリンピックから今回のパリに向けてその競技会の、まあ、ルール配点の方法なんかもあの変化がありましたあのまた4年間であの4年後どういったこうルールであの実施されるかっていうのはまた変更なる可能性があると思うんですけれどもこうよりこうスケートの魅力を多くの人に見てもらうためにより最後までこうドキドキするような競技のルールになるためには あの理想論でいいんですけれども吉田選手としてはどういったと例えば配点がいいとかどういうルールに変わっていったらよりこうスケートボードの魅力が伝わるとかっていうふうに考えてますでしょうか、えっと、まだ私としてはあの今回の採点しかやったことがないのであのまだそのベストトリックで挽回できる。 今までのこう祭典っていうのをしてこなかったのでまだどん,どんな祭典がいいとかっていうのはまだ分からないんですけどでもやっぱり今の祭典でもこういうふうにたくさんの人たちと盛り上がってあの、まあ、自分ではやったりとか見てもらえてるのであの、まあ、どんな祭典のルールになってもやっぱりまずは楽しいんでいろんな人たちと。 あのやっぱり一番滑れるっていうところが魅力を伝えられるところなのかなって思うので、まずは採点というよりも自分たちが一生懸命スケートボードに向かっている姿を見せれるのがいいのかな。ありがとうございます。あの私からは最後の質問にしたいと思います。あの少し軽あの肩のに肩の力を 向いていただきたいんですけど、まあ中学校の夏最後の夏休み残り10日余りまなりましたけど、まあいろんなこうテーマパークに行ったりとか希望ありましたが、実際に実現できているかどうかということと、もち残り10日余りで何かやりたいこと行きたいところがあったら教えてください。えっと実際まだあの一つも叶えられてないんですけど、やっぱりあの9月にももう次のロスに向けての あの大会始まっていくのでやっぱり一番はスケートボードの練習をあの夏休み期間だけどしていかないとなって思っていてでもやっぱりその中でも最後の中学校夏休みっていうところで少し友達と遊びたいなっていうところもありますありがとうございます。ささん安倍さんあありりががととううごござざいいままししたた吉田 あのここからはです、ね、皆様の質問を受けたします。質問の受け付け方をもう一度ご案内いたします。まず会場でご質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名いたしますので、えっと、お近くのマイクの方まで行っていただいて、えー、ご所属とお名前をおっしゃってから質問してください。 オンラインで参加されている方で、直接ご質問なさりたい方は、ズームの画面の下の方にございます、挙手のボタンを押してください。私が指名いたしますので、えっと、ミュートを解除して質問していただければと思います。あと、テキストでの質問は Q&A を使って書いていただいて、私の方にお名前とご所属を添えて送っていただければと思います。私の方で代読いたします。 ではあの私の方から一つ二つ質問させていただこうと思いますあの吉田さんあのオリンピックでの,あの競技も拝見してたんですけれども7つの試技があって、えーまあ、2と5と分かれると思うんですけれどもやっぱりその常に失敗っていうのがつきものの競技だと思うんですよね。あのそんなに感覚次の試技までないですよね。 どういうふうに失敗のときに何を思ってどういうふうに次の方に立て直すのかってこの辺の気持ちの切り替えというのはご自分の中ではどういうふういふにされてるんですかえっとやっぱり失,失敗した部分はあの自分の動きとかそのスピード調節というところがやっぱりあのうまくいかなかったとっいうだけであってあのしっかり練習していけば自信を持ってその競技に挑めると思っているので。 あの失敗した時は、今何がダメだったのか、あのー。しっかり確認して、次のトリックへ。まあ、また繰り返しでも、あのー。挑んでいけたら、一番いいのかなって思います。思あまり失敗はもう、あまり失敗は引きずるっていうことはないんですか、同じ大会の中では。そうですね、やっぱり引きずっていても、あのー、やっぱりもう変えられないし。あのー、今後に、今後、それ。 そそれこそ次、メイクするためにあの必要な資料といいますかというところに生かしていけるのが一番いいのかなって思ってます特にオリンピックの決勝で言いますと4回目のトライで,です、ね、大技を決めて大逆転という形になりましたけれどもとういうことはそ,のそれまでの失敗というのもうまくご自分の中で消化してとていうそういう心境だったんですかあの場面では。 4本目はあの上手にメイクできたんですけど3本目はやっぱり自分が少し飛びすぎていてあの板と一緒に飛べなかったっていうところがあってあとはあレールの角度にこう合わせられなかったっていうところが失敗したところなのかなと思ってたのでそこをこう自分で瞬時に判断してその4本目までに少し時間があるので。 それまでに確認することとかをしっかり自分で確認していきました。ああいうあの競技場の角度とかいろいろございますよねレールの角度とか段差とかこの辺はもうその場に行ってっていう形なんですかほほあの自分を適応させるっていうのは。そうですね、えっと、やっぱり地元で練習しているところとあの全く一緒になることは基本ないですし。 あのやっぱりレールの長さとか角度あとはアウトの高さとか全部が変わってくるのであのそこに適応できるように地元でまず練習してで練習した上でまずそ現地に行ってその現地であのまずどういうふうにしたらあの合わせられるのかというところをあのまず会場を見たときに自分で確認してやってますどうもありがとうございます。 あの会長の方からも、ご質問があったら、挙手をいただければと思います。あ、えっと、マイクの方にもしよろしければ。はい。こんにちはい、あの読売新聞の田上と申します。 あの今回の,あの会場はあのコンコルド広場というまあ印象的な場所だったんですけれどもまあその場所であるとかあの観客の盛り上がりであるとかあの会場の雰囲気はいかかがででしたかそうですね今までの大会と比べてやっぱり観客の数とかがあの圧倒的に多かったですしその滑っているところから、えー、とちょうどエフェルトが見えたんですけど。あの 選手村から会場へ向かうバスとか以外もうほとんど外に出れなかったのであのスケートボードやってるその競技中が一番パリを感じることができたので自分の中では結構リラックスできたしあのいい会場でできたなって,思ってますあの。終わった後はあのチャンピオンズパークですかね。あのファンと交流するような、 機会もえっとまあ私自身も初めてですしあのオリンピックの後のそういうイベントっていうところもあの初めてっていうふうに聞いてやっぱり今回その成績を残せてそういうその成績であのいろんな観客の人たちとこう触れ合うっていうかそのコミュニケーションできるっていう場を。 その設けてもらったのはやっぱり自分としてもあのすごく嬉しかったし、あのそういうところがまあ今後もあのあったらすごく自分としても嬉しいなって思います。どんなコミュニケーションがあったんですか。えっとあの日本人の方も結構たくさんいて、あのおめでとうっていうふうに声をかけてもらったりとか、あとはまあ写真一緒に撮ったりとかっていうところがあります。 ありがとうございます,吉田さんすいあ。あ、吉田さん、そういう意味ではあのファンとのこういう交流ですよね。オリンピックのその体感っていうのはやっぱり今までの大会と全然違うものがございましたか。そうですね。今までの大会だとあのそういうふうに観客の人たちと。 こうコミュニケーションを取ったりする機会がなかったのであのやっぱりすごくいい機会だなって思うしあの観客の人たちからしてもやっぱりそういう風な機会が多分少ないと思うのであのやっぱりすごくいいイベントだなって思います。 あのー、実は柔道の阿部一二三選手が2連覇されたときにあのやっぱ観客の前で東京オリンピックの時は全く無観客原則無観客という形されてこれが本物のオリンピックだということもおっしゃってたんですけども吉田さんはあの東京は経験されていませんけれどもその辺のオリンピックこれが本物のオリンピックっていう,そういうご実感っってやっぱりありあましたか、えっと、東京オリンピックの時には、えっと、テレビの前で見てたんですけどやっぱり。あのー 東京の時にあの誰かがメイクする時とあのパリでメイクする時とあの観客のた皆さんの声とかがやっぱり違ったしあのそれこそ今まであのいろんなオリンピックあの生まれてからこう見てきたんですけどやっぱり東京と違ってすごくあの応援の声とか称賛の声があるとやっぱりすごく。 自分も決めて嬉しいなって思うのであの、そういうところがやっぱりオリンピックの良さなのかなとい、はい。ありがとうございます。他にご質問、会場の方はございますか関係新聞の神田と申します。え 2つ伺いたいんですけれどあの小6ぐらいの時にもう中学になったらスケボーをやめたいって思っていたというふうに伺ったんですけれどやっぱり続けようと思ったきっかけっていうのは何かかあったんでしょうか、えっと、最初は本当にスケートボードを言いたいしあのやっぱりコロナ期間があってあの大会にも出れなかったので。 あのそういうところでスケートボードの楽しさが分かんなかったんですけどあのコロナが明けて大会にこう出始めてからやっぱり自分の成績が頑張った分だけついてくるっていうところで楽しさとかやっぱり表彰台に上ったり自分が1位になったりするとやっぱりすごく嬉しいなって思うところで初めてスケートボードの楽しさが分かってきたところであの続けようっていうふうになりました。 うまくなるにはやっぱり反復練習だっていう話をしてたとされてたと思うんですけれどなかなか反復練習続けるの大変だと思うんですけどその時ってそのど,うどうすればこうな何回も何回も反復練習ってできるようになるものなんでしょうか、えっと、私はあんまり考えてやってなくてただひたすらできるまで続けてたら。 何時間も同じような練習がやっていたっていうところで何かあんまり意識してやってたわけじゃないんですけどやっぱり一つのこう目標に対してあの例えばメイクしたいっていう目標に対してそれができるまではあの自分としてはこうなんか負けず嫌いなところもあって終わりたくないっていうのがあってそういう感情っていうか捉え方があの反復練習できた要因かな。 あ,ありがとうございますあの。オンラインの方からもご質問があるみたいなんで、あの個人会員の高見さんでいらっしゃいますかあのもしよろしければミュートを解除してご質問ください。あトークラビーの高見ですが、優勝おめでとうございます。あの、最年少、オリンピック最年少ではないんだけども、 14歳ということで、えー、以前、水泳の岩崎さんでしたかね、やっぱり14歳、えー、金メダル取ってこれまで生きた中で、最高に幸せというような言葉があって感激したんですけど、あなたがその金メダルを受けた時の感覚というのは、その最高に幸せなのか、それほど驚きはなかったのか、その点。 伺いたいたの一つと日本ではやっぱりあの金メダリストというのは特別な扱いというのかなすごい重圧がかかるわけですねマスメディアの責任でもあるんだけどもあまりにもこういろんな取材を含めて圧がかかってくるこれから大変な時期を過ごされるんだろうと思うんですがあの金メダルをとったあと前ではやはりあなたを取り巻く環境というのは だいぶ変わりましたか今後も多分それが続くんだろうと思うんですけどその2点伺いたいと思いますはいえー、とまず1つ目がえっと最初取った時はやっぱり嬉しいっていうのもあったんですけどあの無事に終われたっていう安心感とあのまさか自分が取れると思ってなかったので驚きが強かったです。であと2つ目は やっぱりあのいろんな環境とか変わってくると思うんですけど実際に今あのインスタのフォロワーとかこういうふうにあの取材してもらう環境がこうすごく増えてやっぱりすごくあの今までは追う側だったのが追われる側に多分なると思うんですけどあまりそういうところを意識しないで今までの自分通りにこう楽しんでできればいいかなって思ってるのであまり。 そういうところは心配してないです高見さんよろしいですかあ,ありがとうございますあのその質問ちょっと追加しますけれどもあのロスでの連覇というのも先日あの吉田さん口にされていましたあの競技 選手寿命といいますかあのこのスケートボードの女子の世界では,これは一般的には大体どれぐらいというふうに言われているんですか。えっと、そうですねやっぱり一番は10代があの一番すごく多分成長できる期間であって二十歳以上になってくるとあのこううオリンピックみたいな大会で活躍するっていうことは多分難しくなってくると思っていて。 でもやっぱりそういうところを覆していけたら一番いいかなと思っているのであのやっぱりたくさん下の子たちが多分これからも追ってくると思うのであのでもやっぱり気にせずに一番はスケートボードを楽しんであの競技できることが幸せだと思っているのであのやっぱり連覇っていうのも狙っていくんですけどまずは。 いいいろんんな大会を楽しんでできたらいいかなって思ってますそういう意味ではあの本当にあの練習の段階からですね常に、ま、あの怪我とかそういうリスクを背負ってのある意味恐怖心なんかもねもしかしたらあるのかなっていうふうにお見受けするんですけれども例えばあの堀米選手の,あの YouTube での動画なんかを拝見していてももう本当になんか段差の急なところから。 落ちていくような感じで体も強くぶつけられたりとかしてすごいことをやっぱりそのスケートボードの選手あるいはそのボードを楽しんでらっしゃる方はねその何かと引き換えにああいう技にチャレンジしてるんだなということで本当にもう敬意を覚えるんですけども、あのー、吉田選手は普段の練習からやっぱり新しい技の追求でいうのもされてると思うんですけどもこの辺の恐怖心と楽しみとあるいは自信とこれはその心境としてはどういうふうなものが入り混じってるんですか えっと、やっぱり練習であの挑戦するっていうところはやっぱりすごい体力も使うしあの心としてもやっぱり一番怖いっていうのがあってあのやっぱり挑戦するのは難しくなってくるんですけどでも挑戦したからこそ多分大会で楽しい思いができたりとかあの表彰台に乗れると思うので。あの 決めるっていう引き換えに、怖さっていうよりも、怖さと引き換えに、あの。自分が楽しい思いができると思ってるので。あの、後から楽しいことを、あの、するために。まずは最初頑張るっていう気持ちで、挑んでます。もう本当カルチャーと呼ぶには、もう、もっとすごいものをね、本当背負ってらっしゃるんで、そのあたりの。カルチャーという部分の、あ、あるいはその。 アスリートとしての競技としての両立っていうのはこの辺っていうのは何か普段から考えていらっしゃることってはあるんですか、えっと、まだそこまで深くは考えられてないんですけどやっぱりどっちも両立ってなると多分すごく難しくなってくるのでやっぱり自分としてはまずは競技っていうところとしていろんな大会に出て活躍したいしあの、まあ、やっぱりそういうのがこう終わって。 スケートボードを本当、カルチャーとして楽しむっていうところになったら、やっぱりスケートボードの魅力を伝えられていけるのが一番いいのかなとそういう意味では、吉沢さんの挑戦というのは、本当にアスリートとしても、その後のカルチャーとしても、ずっと長く続いていくような感じもしますよね、そう,う,で,そうですね。はいうぞ遠慮なく質問していいただければと思います。オンンラインの方でも結構です。 時事通信社運動部小川と申します改めまして金メダルおめでとうございます私から大きく2つ質問させていただきたいのですが次のロスを視野に入れる中で残り4年っていうのは吉澤選手にとって長いと感じますかそれとも短い4年と感じていますかえっと短い4年だなと思っていてあのやっぱり 私が東京五輪からいろんな世界大会にこう出てあの来てこのパリ終わってからやっぱり思うこととしてはすごく早かったなって思っていてあのやっぱりその分その楽しかった期間も短く感じるのであのこれからやっぱり苦しい期間もあるしその分楽しい期間もあると思うのであのそのやっぱり一度しかないそのロス のオリンピックっていうところを、やっぱり自分としてはあの大切にしていきたいし、あのやっぱりその楽しみたいっていうのと、大切っていうのがあると。やっぱり。四年間はすごく短く感じるので、一日一日を大切にしていけたらいいなって思います。ありがとうございます。その短いと感じる四年の中で、もちろんあのスケートボードに強化して。 日々を過ごされるのかなと思うのですが、スケートボード以外で何か挑戦してみたいこと、日常のことでもよろしいのですが、何かありますでしょうか。うーん、特にはないんですけど、やっぱり今回あのあじゃ今年あの受験シーズンにあの私もなるので、あのやっぱり来年新しい高校にまあ行けるようにまた勉強も頑張るし。 あの高校へ行っても多分いろんな出会いがあると思うのでやっぱり一番はあのスケートボードなんですけど、まあ、次にとあの高校に行ってもあの頑張っていけたらいいなって思ってますすありがとうございます私からは以上です。 吉田さんオンラインの方からもあの質問が来てまして、あの私の方で読み上げますんで、お答えいただければと思います。えっと日刊工業新聞社の論説委員の長野さんからご質問いただいています。えっと今はスケートボードに集中ということが分かりましたえ、10年後20年後にやってみたいこと、こうありたいというご自分はおありでしょうか？ということですけどそうですね。やっぱりあの今まであのスケートボードをやってきて。あの？ まあ14歳っていう年でこういうふうにオリンピックでもう金メダルを取ることができたのであのこの先10年後20年後になってもスケートボードにその関連した仕事とかあのそれこそ今度はあのオリンピックへのコーチとかとしてあのスケートボードにその携わってあの仕事ができたらいいなって思って あのそういう意味ではあのー、前回の東京オリンピックで、あのー、スケートボードが正式な競技になってです、ね、であの西谷さんがストリート優勝されてだいぶ、あのー、環境というのも整ってきたというふうには伺っていますけれどもあの吉田さんからご覧になってこの4年あるいはこれから先にスケートボーダーが育つ上でどのような環境というのをリクエストされますか。そうですね、えーと さっきも話したようにあのいろんなできるだけいい環境であのスクールとか始められるスケートボード始められるきっかけをたくさん作っていけるのがいいのかなって,思ってますあの先日も相模原市の方にあの報告会であのされた時にリクエストされたというふうに伺ってますけども市の方には何か要望されたことってはあるんですか、えっとまあ、まずは自分がロスへ向けても あの新しいパークが欲しいなっていうのもあるしあのやっぱり地元にもスケートボードのパークはいくつかあるんですけどやっぱりあの大会とかそういうオリンピックを目指すようなセクションっていうのがやっぱり少ないと思ってるのでそういうところをやっぱり始めやすいっていうのもそうだし今始めてる子たちがさらにうまくなれるような環境が作れるのがいいかなと思って新しいパークを用意し をしましたこれから始めようとかあるいは石澤さんの背中を見てですねもっと上手くなりたいっていう子どもたち若い人も多いかと思うんですけども何かメッセージっていうのはございますか、えっとまあ、まずはあの、まあ、今私が多分活躍できているのもあのたくさんの応援してもらった人たちのおかげだと思ってるので。 あのまあ、まずありがとうございますっていうのもそうだしあとはまずはあのスケートボードをこうやってる中でや例えばその怪我とかで苦しい期間もあると思うんですけどあの何よりもあの追い込まずにこうラフな気持ちでこう楽しんでスケボーした方がいいなって思いますあのスケートボードを拝見してていつも思うんですけれども。あのー 技の失敗した人にもですね、その、温かく皆さんが寄り添ってですね、その、チャレンジした勇気を称えるっていうか、そういう新しいスポーツの文化っていうのはね、私どももテレビで見たなっていうことをいつも思うんですよね。あの、よそずみさんがパークの方でもおっしゃってましたけれども、あの、ご自分の順位が落ちるとしても人の失敗は願いたくないっていう、そういうこともおっしゃってて、あ、なんかすごくいい言葉だなと思ったんですけども、スケートボードの選手というのは、なしてそういうふうなお気持ちで、やっぱり。 他のライバルの競技を見ていらっしゃるんですか。この辺はいかがなんでしょうか。えっと、まあ、やっぱり、あの、大会ってなると、あの、ライバルとか。を意識しちゃうんですけど。あの、やっぱり最初は大会とかあんまりなくて。一緒に楽しむ、あの、まあ、趣味というか。そういうところとして、スケートボードがあったので。あの。まずは、その、チャレンジしたりすると。 あのすごいなって自分でも思うしあの自分より下の子たちがそういう風に新しい技に挑戦してるとあの自分も挑戦しないとっていう風に思えるのでやっぱりあのそういうところはあのチャレンジしてやっぱり自分がの順位が下がっちゃうけどあのチャレンジしたことやっぱり成功したことには。 あの、拍手して、称えられるのが一番、いいところだなと。あ、どうもありがとうございます。あの、会場からは、他に、ご質問があったらと思いますけど、いかがでしょうか。わりました。じゃ、吉田さん、最後にですね、あの、もう一度、改めて、4年後。っていう、一番近い目標が。それ、それ以前にも、まあ、いろんな大会もあるかと思いますが。あの、今後の。あの、ご自分の抱負ですね。それを、あの、もしもよろしくおっしゃっていただければと思いますけれども。改めて。 えっと、まあ、まずはあの次のロスへ向けてあの怪我をしないように楽しんで頑張れたらいいなと思ってるしああのまあ、スケートボードの大会に限らず、まあ、いろんなイベントにもできるだけこう参加してスケートボードの魅力も伝えていけたらいいなって思います。ああののやっぱりこれかからもいいいろんんな苦しい思思いととすると思うんであの 温かい目で見守っていただけたらいいなって思います応援よろしくお願いしますどうもありがとうございますあの吉田さんにはですねあの会会見の前にですね、うん、あのこの敷地の方にあのサインをしていただいてます 楽しむことが一番というふうにお書きいただきましたその心をもう一度あの繰り返しになりますけども、はいえっと、やっぱりあの苦しいとかあのやんないとっていう恐怖で滑るよりも一番は何よりもできなくても楽しんでやることがやっぱり一番の近道だと思ってるのでやっぱり大変になったりとか苦しいときでも あのそういう感情があるときはやっぱり怪我をしやすいと思っているのでまずは楽しんでできなくてもあのスケートボード新しい技にもチャレンジしていけたらいいなって思います吉田さん今日はどうもありがとうございました大島新会にお越しいただきましたもしよろしければ改めて温かい拍手を送りいただければと思います。本当におめでととううごござざいいままししたたありがとうございました